タク紹介。サオは、つららさんとインクスレーブルコラボのグリスさんの72です。ね、このかな、グリスさんの72。ね、つららさんとインクスのコラボのね、モデルです。まあ、どちらかというと、こう、割と張りのある、サオです。で、まあ、ここのエリアは、まあ、こっちも大きいですから、まあ、これぐらいの強さのサオで、で、あとこう、まあ、弾いてワインドさしたりとか、まあ、巻きの釣りもやったりとかもあるので、少し、張りのあるもの、まあ、72というモデルを使ってます。で、ルアーの方は、これですね。ワームワースワールテールシャットの 4.8 インチ、大きいサイズのものです。まあ、小さいサイズでもいいんですけど、まあ、サイズが、魚サイズでかいんで、大きい方が大きいのを釣れる。で、ジグヘッドは、これはね、イワシヘッド、エコギアさんのイワシヘッドっていう、まあ、ジグヘッドに、アシストフックをですね、まあ、こんな感じで前と後ろとつけてます。で、いろいろ試したんですけど、まあ、これでもいいんですけど、この後ろの、リアのアシストがない状態のフロントのアシストのみでも全然いいです。まあ、いろいろ、好き嫌い、いろいろあると思うんで、これはいろいろ試してみてくださいね。で、ラインは、ちょっと今日細いのをちょっと持ってきてるんですけど、まあ、06なんですけど、大体ね、まあ、1号ぐらいが推奨です。で、リーダーは、まあ、4号、5号。あのあたりがいいのかなというところで、まあ、そんなタックルでやっていただければ、いいマゴチに出会えます。はい。では、ヒットでお願いします。ヒットです。結構卑怯で。クワシャの 4.8 です、ね。ちょっといいサイズですね。いい感じじゃない。あ、なんか、ボールしたよ。いいサイズの。うん、おお、これいいサイズだ、本当に。マゴチ。グリスサンド7にいいっすね。グリスサンド7にちょうどいい感じ。おお、いいマゴチ。これはでかい。お、これはでかい。床に置くとすごいな、でかさがよくわかるな。これはでかいわ。でかいでかい。頭ごっついなこれ。でっけえ。うう、怖い怖い。素手で触るの怖いサイズ。そうですよ、うん。あ、アセットルした方ですね。うわ、マーゴンじゃないですか、マーゴン。マーゴン行きました。マーゴン60超えてる。3ぐらいですね。おー、すげえ。まあ、ヒラメ、マゴチセッティング的な感じ。なるほど。アシストつけてます。よいしょ。こんな感じね。こういう感じのセッティングになってます。どのフックにかかってた？こっちってました。あ、フロントでね。フロントね。さすがだ。ありがとうございます。またかけた？やるね。マゴチっぽい感じがします。おお。おお。ゴゴゴゴゴゴってな。でかいでかいでかい。これもでかそうじゃん。おお。あー、これも楽勝50オーバーで60近い。でけえな。嘘だ。なんちゅうアベレージなんだここの。うん。でかい。でかい。なんちゅうアベレージ。頭もね、すごいっすよ。頭でかいもんこれ。賀来さんの手ぐらい。手よりでかい。ね、本当こんなんすもん。おお、すげえ。イエーイ。丸飲み。おう。スワシャ48。うわ、来た。お、来た。やったか。びっくりした、マジで。びっくりした。素晴らしい。強烈なバイトでびっくりした。船長が言った通りだ。ここで、この辺集まってるっつって。おお、走る。めっちゃ走る。あれもいいサイズじゃん。これも6万ぐらいあるじゃん。おお、でかいでかい。走る。うん。めっちゃ元気。バレんなよ。すごいね。よいしょ。
でかい。やったじゃ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 あら、いつの間にか熱々と思ってるやっとすげえ。みんなでかい、楽勝、みんなどっちも50オーバー60近いですね。60近い、でかいわ。素足絶好調じゃないか。絶好調ですね。48?48 です。おー、4.8インチ。まあ48でもちっちゃいくらいだよ、ワーム。やっぱこのサイズはやっぱでかいワームの方がいいですね。まあ早く見つけてくれるよね、きっとね。よいしょ。さっき低い方行きます。はい。見えたげ。よかったですね。でかいよな、これ。おお。でかいですよ。でかいでかい。あ、すいません、ご用意。でかいよな、これ、なんか全部。これ。でかい。あ、すいません、ご用意でる。すいません、ご用意でる。ピラ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 。ああ。遊ぶのが好きだって。じらし。よいしょ。おめでとうございます。いやあ、よかったよかった。大きなマゴチ。ああ、サンキュー。ありがとう。ありがとうございます。よいしょ。うわ、いっぱい入っとる。見て、見て皆さん。何匹いるんだ。1、2、3、4、5、6。6か7ぐらいだ。すんごい。いやこれだからキープしとくことで同じ魚じゃない証明にもなるんで、ですね。ああ、なるほどね。最後に全部リリースしたい。全部リリースするけどね。はい、今日すごいすごい、ね、すごい。仕事前の3時間でこんなんだよ。そうそうそう。僕この後仕事行きますから。すごいすごい釣りしてるで。そうそうそう。やっぱこう早朝のね、まあ朝まで出てやっぱいい時間ですもんね。まあね。本当ね。でそれでこうやって遊べるっていうのはもう海に感謝しつつ、いい遊び方ですよね。本当だ、素晴らしい。いいもん見せてもらったね。もういい経験させてもらいました。本当に。ありがとうございます。フラットビンやってます。船長ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい釣りを。朝から楽しみますんで。仕事前のね、はい、全員仕事前のちょい釣りで。よし、また遊んでください。はい、遊びましょう。あとはリリースだけ。おマジ？また食った？わあ。いやー。翌年シートはこのことだ。すいません。すごいね。いやポテンシャルがすごいっすよ。ポテンシャルすごいね。うわいいマゴッチ。あ、ちょっと小ぶりになってきたぞ。帰るっていう証拠だよ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。やっぱり違うなぁ。はい、ね。ありがとう。また大きくなってね。十分大きいけどね。それでも。はい。あまりでも他のやつが大きすぎる。ね、こっちも、あの、さあドカドカっとこう。盛大に放流します、盛大に。すげえ。いやリリースします。よいしょ。またねあと何匹しかないいいね。リリース係素敵じゃん。もっとでかくなってね。7割になって夢の7割になって7割を。よいしょ。グッバイ。うわ優雅に優雅に帰ってんな。あと3匹あと3匹でかい。こう最後のやつでっけえ。この2匹や60オーバーが本当でかい。あ、3匹いたんだ。
でかいな。いやさあみんな仕事行こうよ。行きましょう仕事に。うん。帰るべ帰るべ。帰りに末広